今日は何しよっかな。今まで任務を達成したり、ポケモンを捕獲したり、ポケモンと戦ったりで、自分の時間が持てなかったから。今日は何か違うことしたいなぁ。とりあえず、村を散策してみますか。ことぶき村は、アスファルトじゃないから、足に負担かからなくて、歩いても足が痛くないからいいよね。あれ？アスファルトってなんだっけ？なんだか少しずつ自分がいた世界のことを思い出してるような。まっ、いっか。いつになったらこの子進化するのかな。そうだ。今着てるこの服にも飽きちゃったし、イメチェンでもするか。新商品って言われたら気になるな。何買おうかな。色も豊富なんだね。迷うな。どれもしっくりこないな。お祭り気分な服装も悪くないね。空手着も捨てがたいな。かっこいいよね。空手したことないから空手着着てみたいな。悩んだ挙句、上の服は決まった。次は下、どれにしようかな。こんな色いいね。これに決まり。あとは、どこを変えようかな。メガネ？なんか違う気がする。ハチマキ。なんかいいねー。でも、今回はやめとこう。服はイメチェンできたことだし、今度は髪型もイメチェンしたいなー。500円って安くない？切り？挑発？丸刈り？巻き髪？編み速発って何？これはないな。これも趣味じゃないな。野球部かよ。やっぱシンプルイズベスト？金髪は似合わないな。クリカは色いいね。よし、今回はこれで決まり。500円で最高の仕上がり。こんなに安いなら常連さんになっちゃうな。髪型も決まったことだし、上もおしゃれしたいな。ねじりハチマキかわいい。買っちゃおう。全部終わり。さあ、任務に戻るぞ。おしゃれになったことだし、任務再開。あ、ポニータ。とりあえず、餌をやってみる。餌をあげたっていうタスクもあるんだね。これからもやってみなきゃ。やったね。捕獲成功。こっちのポニータの餌を与えてみよう。食べてる食べてる。またポニータ発見。
ず餌を与えてみる。え、ボニータが浮いてる。新しい技なの？餌を与えても浮いたままなんだね。あ、上がった。起きた。今のは怪奇現象なんかな。今回は普通に餌を食べてくれるんだね。さっきまで宙に浮いてたポニータもなんとか捕獲できた。それにしてもさっきの宙に浮いてたのは一体何だったんだろうね。あ、マネネ。マネネといえば過去にトラウマがあるから今回はうまくいくといいな。とりあえず、餌で釣ってみよう。ケムッソじゃないってば。いっちゃえー。眠気が。今度こそ捕まえてやる。ダメか。3度目の正直で次はどうかな。やった、捕まえたぞ。今度は獅子の高台に来てみた。脅しはまだ捕まえたことなかったんよね。どうかな。やったね、初ゲット。この調子で次も新種のポケモンを捕まえられたらいいな。夜明けちゃったな。うん、何か来る。またしても眠気が。今なら敵に見つかってないし、ちょっと休憩しよう。なんとかなったよ。あ、モフラード。見つかっちゃった。逃げなきゃ。ダメージ受けちゃいけないから慎重に降りなきゃね。今度は石くぶに見つかっちゃった。上からムクバードの攻撃が来る。危なかった。どうにかかわすことができた。こうなったらムクバード捕まえてやる。まだボールが届かないかな。後ろ向いた。これは背面取りのチャンスじゃない。待っててよムクバード、すぐにあなたを捕獲してみせる。え、何？背後に石つぶていたなんて気づいてなかった。ここはひとまず逃げなきゃ。やばいー。逃げなきゃ。ここには石つぶている。マジで逃げなきゃ。こうなったら飛んじゃえ。アイキャンフライ。この光景は前にも見たことあるぞ。でも、いつ見たんだろう。私が一生懸命集めた道具だー。なぜ、私はここにいるのか。博士たちに助けてもらえたんだね。息を休んでおこうか。さっきのリベンジだー。
今度は落ちないように慎重に降りなきゃね。さっきはよくもやってくれたな。りょうさん、いけー。放水じゃー。やられっぱなしは嫌だからやり返さなきゃね。うん、もう一体いた。さっきはよくもやってくれたね。りょうさん、やって差し上げなさい。放水じゃー。よし、余は満足じゃ。うん、ヒコザル。とりあえず、餌で釣ってみよう。餌に夢中だから、今がチャンス。リベンジもできたことだし、とりあえず今日はここまでにしよう。